皆さんこんにちは。週末プチグルメ手帳です。今回は桃と抹茶のフェア開催中のビタースイーツビュッフェさんに伺いました。桃も抹茶も大好きなので、このフェアはさすがに見逃せません。濃いめの濃厚抹茶好きとしては、辻利平本店抹茶仕様の文字にも心が躍ります。スイーツだけじゃなく、お料理も充実した内容で、店名からデザートビュッフェだと思ってくると嬉しい驚きに遭遇します。店内はゴシックテイストで、華やかでもシックで落ち着く空間です。では早速参りましょう。ご覧の通り、35度超えのとんでもない日差しの中やってきたのは、新宿東口ルミネエスト。最近月に 2,3 回は来ています。珍しく平日金曜日に予約して、時間は開店11時。現在開催中の桃抹茶フェアは、辻利平本店の抹茶を使用したデザートが食べ放題。予約の時に気がつきましたが、前回1年ほど前にはあったデザート食べ放題のみのコースはなくなったようですね。店内に入るとすぐ目の前にはビュッフェ台が広がり、入店直後からずらっと並んだデザートを目にすると、なんだかがぜんやる気がみなぎってきます。カットケーキやカップスイーツなど種類も豊富です。夏らしくオーダースイーツにはかき氷が3種類ありました。そしてビタスイさんといえばクレープ。席について最初に向かったのはクレープコーナー。これを食べに来たと言っても過言ではないので、こちらの抹茶と桃のクレープを早速オーダー。目の前で焼き上げから仕上げまでをワクワクしながら眺めています。最初はお料理を取りに行くお客さんが多いので、誰もいないうちにクレープをゲットするのは実はおすすめの回り方です。各テーブルごとに配置図が用意されています。こちらを参考に、取りこぼしがないよう一度ビュッフェ台の周りをぐるっとするのがおすすめ。ビュッフェの制限時間は100分、平日2970円、土日祝日は3630円になります。さらに桃とステーキの食べ放題の追加も可能です。桃はまるっと1個を好きなだけ食べ放題の太っ腹。また前日までに予約をすると、予約者特典デザートがあります。料金にドリンクバーも含まれ、内容はかなり充実しています。実は今回私一人のぼっち撮影。さすがに桃とステーキは諦め、スタンダードなビュッフェのみとしました。この日は入店までにありえない量の発汗で喉はカラカラ。ドリンクはすっきりした甘さのピーチアイスティーをゲットしてスタートです。それでは早速お目当てのクレープから参ります。出来たて生地の上でアイスとクリームが光の速さで溶け、かなり痩せています。トッピングがたくさんあって、どうやって食べようかとカットしながらとっても迷いました。もう美味しいに決まっていますが、生地がとってももっちりで、抹茶が濃くってシンプルに美味しい。ソースも濃厚で、抹茶好きの方にも納得いく甘さ控えめで渋みのあるソースです。プリンやアイス、たっぷりのホイップとジューシーな桃が最高すぎて、どうやって食べても美味しいにしかなりません。冷たいアイスと温かい生地の温度差も、抹茶の濃厚さと桃の爽やかなジューシーさも、それぞれがお口の中に相まって味わいが広がっていきます。これはこのフェアに来たら必ず食べたい必食の一品です。最初に大本命から攻めて大満足。お腹が空いてる一番最初に食べるのが一番美味しく感じるので、驚く速さでペロッと完食です。それではお料理のビュッフェ台も見てまいりましょう。ピザはすぐ奥の釜で随時焼かれ、焼き上がりはベルを鳴らしてアナウンス。どの場所にいてもすぐ気がつくようになっています。パスタは3種類で、夏らしく冷たい冷製パスタも登場していました。カレーはスパイシーな香りで、グリーンカレーは結構本格的に辛そう。ドリアもチーズたっぷりで人気があります。プルコギは確か前回もありました。気がついたのは、野菜をメインにしたフードメニューの多さです。ビュッフェ定番の揚げ物ももちろんありますが、野菜が多いのは嬉しい発見です。濃厚なデミグラスのハンバーグに、スープはコンポタがありました。充実したフードは、洋食を中心に約30種類ほどが並びます。クレープを食べてお腹も心もとりあえず落ち着いたので、一旦気になったフードをちょっとずつ取ってきました。ソースを含んだナスとベーコンの塩気が絡まって、とっても美味しかったです。ナスが結構入っていました。
冷たさが心地よく、ナスの酸味も爽やかな夏の味。実はパスタではこれが一番気に入りました。意外に薄味で全体的にマイルド、レモンっぽい酸っぱさもそんなに感じませんでした。あとちょっとパンチが欲しいところですね。トマトが新鮮でとってもいい口当たり。マリネ液が染みてクタッとした玉ねぎとの相性が抜群。35度超えの蒸し暑い日にちょっと酸っぱい冷えたマリネは最高でした。今回マリネが結構あったんですが、マリネ液が超優秀。こちらの人参のマリネもとっても歯ごたえがあって、かなりお気に入りの一品です。マスタードがしっかり絡んでパンチのある味。ソースがしっかり絡んでいるのが嬉しいですね。ブロッコリー大好きなので、いろんな料理に登場していて、私的にはとっても嬉しかったです。イカに切り込みが入っていて、この一手間のおかげで味が染み込んでとっても美味しかったです。サイズは食べやすい一口サイズ、結構ゴロゴロ入っていました。ブロッコリーやトマトなどアンチョビとの相性はもちろん抜群です。色鮮やかな大きめ野菜がカラフル。ベーコンやバルサミコとよく合います。癖の少ないバルサミコソースなので、普段は苦手な方でもチャレンジできるかもしれません。甘く濃厚なプルコギで一口食べてすぐ、これはご飯にのせて食べたいなって思いました。こちらもラペで、鮮やかな紫がとっても綺麗な美味しい一品でした。ピザは出来たての温かくてチーズがとろっとしている間に食べたいですね。トマトの上にチーズがたっぷりですごく美味しそうです。ピザ生地は薄く、具材の味をダイレクトに楽しめます。暑い日が続いていますが、皆さん体調はいかがでしょうか。前回の動画でムーンが初めてのぼっち飯を楽しんでいたので、今回は私も一人でチャレンジしてみました。多分お店の方も来店の時に私がぼっちなことに気を配ってくれて、お席を一番端に案内してくれました。なんて優しい気の利くスタッフさんです。夏休みに入り、お子様連れの若いご家族の来店が目立っていた気がします。開店時には私を含め4、5組でしたが、お店を出る頃には8割以上が埋まっていました。ルミネーストのオープンは11時なので、開店を外で待っていましたが、一人だけ超汗だくで並んでいるこの時が、この日最大の試練でした。他の皆さん汗一つかかずにいるのが不思議で、私一人だけ多分体感温度が5度以上は違う別の世界線で、荒行のような待機時間を過ごしていました。話を戻して、こちらはマルゲリータ。シンプルにトマトソースとチーズとバジルの乗った王道のスタイルです。チーズの塩っ気とトマトソースの酸味が絶妙にマッチした出来たてのピザは最高です。シンプルな王道だけど、やっぱり一番好きなピザです。先ほどちょっとずつ食べて気に入ったサラダをスイーツの間につまむ味変用に取っていきます。特にラペがお気に入りで、たっぷりいただいちゃいました。最近特に野菜不足を自覚しているので、せっかくの食べ放題に大いに解消して帰りたいと思います。ドレッシングはシーザーとごまと和風の3種類。和風は苦手なシソが入っていることが多くて警戒しちゃうんですが、こちらは入っていないようなので、今回は和風をチョイスしました。ビュッフェ台に並ぶ目移りしそうなスイーツから、まずはカットケーキ類を持ってきました。柑橘系のちょっと酸っぱさのあるお菓子が大好きで、レモンタルトにテンションが上がります。結構しっかり酸味を感じるクリームなので、柑橘系 OK の方にはとってもおすすめです。期間限定の抹茶スイーツから、濃厚な抹茶スポンジのモンブラン、苦味が効いた本格的なお味です。クリームには小豆がサンドされていて、和風テイストな美味しさが広がっています。非常に柔らかく、ギリギリ形を保っている甘酸っぱい桃のロールケーキ。こちらも発色が美しい濃厚な抹茶生地。抹茶特有の渋みがとっても美味しい。中のいちごクリームの酸味と相性抜群です。濃厚抹茶ケーキとフレッシュな桃の果実とのバランスが最高。チョコバナナケーキは一口サイズで、他と同様超柔らかいスポンジ。濃厚なチョコクリームがたっぷりサンドされています。気の利いたことに中にラズベリーがあったのが嬉しい驚き。
チョコ&ラズベリーが宇宙一好きな私大歓喜のケーキでした。超ミニサイズが激しく可愛いエクレア。中にはクリームがたっぷり、ちまっと陳列されている姿がとってもキュートでした。2種類のムースをクレープで包んだケーキ、抹茶ソースをかけました。スイーツにかける用のフリー抹茶ソース、すごく濃厚な抹茶味です。めちゃくちゃふんわりしっとりな生地が素敵なシフォンケーキ。鮮やかな発色のピンクがとっても可愛らしい。いちご味をきれいに発色させるの難しいんですよね。どうやってこんなにきれいにできるんだろうと凝視せずにはいられませんでした。とっても美味しかったです。久々のぼっち撮影である程度覚悟はしていましたが、想像以上に私の手際が悪く、タイムアウトで食べれないものが続出。その中の一つ、チョコレートファウンテンの周りには焼き菓子が並んでいます。クレープが大本命すぎて、実はリピートしたのが今回の敗因です。こちらはカップに入ったスイーツ類をまとめて取ってきました。和のあんみつがあったのはとっても嬉しい。抹茶寒天のあんみつなんてすごく素敵。黒蜜と抹茶寒天、チュルンとした喉越しが心地よく、黒蜜の甘さもちょうどいい。時間が経つと白玉が乾いて若干硬くなるので、一番最初に食べるのがおすすめです。カットに入ったモンブランは 2,3 口の可愛らしいミニサイズ。クリームとスポンジ、中央には赤いクリームの層が見えます。食べてみるとラズベリー味の甘酸っぱい何か、桃とラズベリーのモンブランなんて素敵すぎて直球で好み。甘酸っぱさのアクセントにパンチがあって、爽やかにペロッと完食です。このちっちゃくて可愛らしいコーヒーゼリーは、本当はカフェジュレっていう名前だったんです。コーヒーの苦味をしっかり感じる少し固めの食感です。濃いめのコーヒーで、食後に鼻を抜ける香りがとっても素敵。小さなグラスがずらっと並んだビュッフェ台の景色も可愛かったです。辻利平本店抹茶をいろいろなスイーツで楽しめるコンフェア、どのスイーツも結構濃いめの抹茶味で設定されています。クレープ、ケーキ、あんみつに続いて、グラススイーツのパンナコッタは非常に柔らかい口当たりで、ライチとの食感の差が面白い。ライチの風味に合わせ、抹茶は少しマイルドになっていて、調和の取れたデザートです。バウンドケーキは若干パサつきを感じたので、チョコレートファウンテンと合わせてもいいかもしれません。スイーツの合間にちょこちょこ食べていたサラダもドリンクも完食。ごちそうさまでした。ルミネエストが巨大すぎて、8階までの移動に実は毎回迷います。ビタ水は8階の端に位置するので、一番近いこちらのエレベーターをご案内します。地上1階からは青空銀行を越えた最初の入り口、新宿中央通り入り口の正面に位置するこちらの入り口。この入り口から入ってすぐの直通エレベーターに乗れば、ノンストップで早くて楽ちん。8階で降りれば目の前にビタ水があります。